うもカツです。今回はヤバいもやしナムルの作り方を紹介するでござる。ご飯の上に乗せてもやしユッケにしたら悶絶級のうまさで揃うってことで、もやしナムルを作っていくでござる。ってことで、もやしに感謝していただくでござる。もやしがシャッキシャキのピリ辛でめちゃくちゃうまいでござる。ご飯との相性抜群で、まさにご飯泥棒でござる。ってことで、次回はヤバいネギ塩チキンの作り方を紹介するでござる。チャンネル登録して待つで候。最後までご視聴ありがとうでござる。ここに表示されてる動画もおすすめでござるよ。